ね、ミッキーさん。これは日産グローバルギャラリーで行われているニスモ40周年記念展示の車両だね。うん、 GT500 2024年の持ち寄るオーテック G だよ。ニスモ40周年展示は10月15日まで行われています。見に行けない方は後日動画にまとめますのでご覧ください。では今週の車台番号登録数です。期間は2024年9月17日から23日の1週間。トータルには12万番台、14万番台の6台を含みます。今週の登録台数は47台と低調。2週連続で月曜が祝日だった影響があるかもしれない。このペースだとニスモの年内全数納車は難しそうね。来週以後に期待だね。内訳はレース1台 AT1 台、バージョン S1 台、バージョン T1 台、バージョン ST9 台、 AT5 台、 MT4 台、内青内装1台、ニスモ35台。Mi24全体ではこんな感じ。毎週ニスモが 1% ずつ増えているね。受注再開はどう？受注再開は10から11月と予測していたけど、11月上旬に発表、中旬にオーダー再開となる見通しです。発売は来年2月頃と言われています。年次モデルが変わって変更はあるの？今言われているのは SOS コールの追加とボディカラーの変更。色はどう変わるの？まだはっきりしないけど、セイランブルーが湾岸ブルーに変更と言われている。あとカーマインレッドも変更されそうだね。詳しい情報が入り次第お伝えします。チャンネル登録してお待ちください。よろしくお願いします。では大森ファクトリーの様子をお届けします。ギアが変わっていくところがいいな。ね、うん、かっこいい。でも全然段付きないよね。カクンとかならないじゃん。シフトアップしても、シフトダウンしてもすごいよく制御されてんだなと。あ、かっこいい。ここの工場地帯、ここすごい、なんか異国に来たって感じする。異国。川崎です。しっかり焼くんじゃない？しっかり焼くんだよ。そうなんだ。確かにみんな何やったんだろうね。え？みんなどこに待機してたんだろう。だから。壁についている。これなんて車だ？え？これ何？これオーラじゃない？オーラじゃない、あのアリアじゃない？へえ、これアリアニスモなんてあるんだ。アリアニスモ、これ結構高いよ、確か1000万近いと思う。かっこいいね、これね。これ速い。かっこいい、これ。これ下手すると Z より速いかも。これかっこいいじゃん。お、しかもパワーシート。これ後ろ乗ってみようかな。これ快適だな。後席。これ絶対いい。ほらめっちゃ、ほら、あー後ろすげえ快適、超広いでしょ、これいいね、うん、これ車格が違う、1000万だからね。これがいいな、これ。
後ろだって下なんかほらアンビエントライトがついちゃってるよ。ほらこれもかっこいいよ。なんかここ木調だし、ほらここ押すんだよ、ここ押す。へえ、あスイッチがね。うん、あなんか光って出たよ。うん、ちょっと触っちゃったから大丈夫だったのかな。大丈夫だよ、エンジンかかんないようになってるだろう。あエンジンじゃねえや。ようこそゲスト様、オーディオデバイスが接続されておりません。すごいよほら。あこれも、うん、見てこれも動く。おほんとだ、センターコンソールが動かせるんだね。ここで充電器がある。あーオート P、 オート P だって。オート P でオート P ってあれだからオートで P に入るってこと。あー自動で駐車できるの。そう、あここに見て、ここも充電がある。スマホ充電、うん、これいいね。ほらスタイリッシュな感じ。見てここがいいね、ほら空洞。本当だ、足元空洞。あこの車がいいな、ミエ。これかっこいいじゃん。完全 EV だよ。これがいいや。これだよ、これがいいって言ってるんだよ。そうなの。うん、だけどチャリが詰めねえ。あれえでもねシートはね、これ絶対これ以上下がんないもんな。手動、これなんかあるわユニットが。うん、熱いね。うん、これは動かないの。動いてる。え、いやいやいや、ここ、これダメだね。動きようがないね、うん。これは標準なのかな、これ。この、これこのかっちょいい 色合いのやつは。違うでしょ、ニスモだからでしょ。ええー、標準って、ニスモには標準なのかな。そうなんじゃない。やっぱあいつの車の方がいいわ。そりゃ車格が違うよ、値段が全然違うもん。いい、こっち400万で、向こう1000万だもん。2倍以上だよ。これ400万で買えんだ。400万ちょっと、これ安いんだよ、結構。安いね。うん。だからさ、フリード400万だったらこれ400万のがよくね。本当だね。ただ詰めないけど。
外に吊るせるんだろう。カバン買ったね。カバン広げる？うん。じゃじゃーん。開かない。開け方を見ましょう。エコバッグ。よ。結構かわいい。あ、ほら。あ、見て。ほら、リバーシブルの。赤。そんな作り悪くないよね、うん、これお土産おすすめです。2200円、うん、軽いしね、うん、これで肉まんいっぱい買えるね。はい、はい、あ、うちの車に取られてる、うん、うちの車撮影中。